はい、こんばんは、越前沢です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のエリアなんですけど、北潟湖になります。っていうのも今年は僕シーバスをかなり頑張ってまして、まあその先でやっぱ北潟湖やばいよと、ランカー取れるんじゃないかっていうので、まあ僕の中ではもう夢の湖、通称ドリームレイクと言わさせていただいてます。まあデイゲームに限りますが、僕も一回ちょっと初めてのポイントなんですけど、まあ一度こういった場所をね、エントリーして、攻略してみようかなっていう内容になってます。まあ早釣りしろよって思うかもしれないんですけど、僕もやっぱね面白く撮りたいんですよっていうんで、まあちょっとバラエティよりですけどね、お楽しみいただけると嬉しいです。はい、では本編をどうぞご覧ください。なんか釣れた。釣れた。でかいんか。でかい。おまわや。八十あるかな。持って帰るんか。食べます？もらうわ。今写真撮ったら あげますわ。フックは曲がったけど。すごいわ本当に。でけえ。これがドリームレイクだわ。何センチあった？今測りますわ。80ありなしじゃないかな。80ぐらいか。うん。俺この前95や。95？やば。電気浴びで95つったわ。本当に？で青虫で。青虫なの？バイブか。バイブで釣れた。ワームつけてるバイブ？ああ。
これはでも海から入ってきたやつっぽいな。80ない。何個や。74。お、まあ74な立派や。うん。75ないぐらいかな。あ、じゃあこういう小銭あげるわ。あ、本当に？ああ、ありがとうございます。ブラック。あ、ブラックブラック。お、上がった。ありがとうございます。すごいね、ドリームレイクは。着いて20分経ってない。はい、VJ 強いですね。 VJ はやっぱりびっくりした。あ、ありがとうございます。またブレたら後ろそっちに押し、ブレたって言うてくれ。いや、言う言う。いいよ。はい、コーヒーをいただきました。ありがとうございます。はい、70アップのシーバスが今コーヒーに変わりました。はい、あったかいうちにいただこうと思いますので、釣れたら頼むぞと。さっきトップで繋がったっすか？さっきトップやったんですけど、ナイスフィッシュやと。ありがとうございます。その前にここ一人入ってたんですよ。入ってました、入ってました。ね、入ってたで、僕もあっち回ったんすよ。え、見たことある？あります？うん。ありがとうございます。昨日俺ミスト動画にも出てたよ。ここが塩屋海岸やで。こう入ったあの先で僕は釣りましたからね。こっから入ってきたんですね、あの子たちは。あっちが波松の方になりますから、これ塩屋川。なるほど。ここは石川なんかな、福井なんかな。もう石川かもしれんね、ここは。っていうちょっとグレーなとこでシーバス釣りましたわ。いや、やはり夢がありますわ、ここは。これいい釣り場やね。強いな。まあバイブレーションでこうやって効率よく広範囲探っていくのがいいんでしょうね、デイゲームは。あのヨレいいですよね、浅いけど。はい、じゃあレイクビューでお昼ご飯でもいただこうと思います。はい。スーパーカップ。で、釣るわ、こんな。はい。ね、ウェイティングしようかなと思いつつね、こんな時間になってしまった。もうちょっとあったかいけど、俺ちょっと疲れたくないな、なんかね。ね、流れがない、本当に湖なんで、なんか僕のモチベの問題。結構あちこち言ったんですよ。ちょっと動画としてはそんなに売ってる映像ないかもしれないですけど、僕これでも結構、ガンガン回ってます。ちょっと疲れましたし、でもなんかすごい浅いですよね、どこも。浅くて分からん。で、当たりもなんか細かい当たりがあるで、ベイトが多分当たってるんかな、ボトムじゃないとこで変に当たるんで、なんかね、結構、なんやろね、なんかがあるんかなと思って、あんま好かんかもしれん。はい、っていうんで、まあ、とりあえずお昼です。さて、午後どうしますかね、午後、もう結構いい時間なんですけど、もう飯食べて、ドライブして終わりかもしれないし、まあとりあえずやっぱ夢の泉ですわ、ここはね。はい。いい場所。結構釣り人はね、点々といるんですよ。あ、なるほどねって。まあつからんでもそういうとこから投げて打ってるんかなと思って、本当になんとなし僕を知ってるんかなみたいな人と会って、ちょっと情報交換
させていただいたり、まあ、いい場所ですね。はい、釣り最高。雑。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。というんで、お昼いただきます。ここいります？インサート。はい。いただきます。皆さんどっち派ですか？つけたままか。僕は外す派です。はい。ゴミを持って帰りますからね、僕は。最高やね。あのレイクビュー。足元にはちっちゃいケトラが点在している場所ですね。はい、結構歩いてますけど、まあ一つとしては、まあウェーダー入ってこうヤブコギをしてもいいんですけど、なんか結構見てるとね、やばい枝木があるんで、多分一発ではなと思うんで、今日は、歩きますし、スーパーカップ食べてますし、はい、ちょっとカロリーを消費しつつ、午後も狙っていきたいなと思います。はい、狙うはあそこの足のとこ、シャロー帯ではあるけど魚っけは結構見ててあった。うん、はい、そんな感じでちょっとだけ打って、帰って夕飯の支度をします。ありがとうございます。チャンネル登録も。